幼い頃の夢を叶えませんかとか。ほら、子供ってパパのお嫁さんになるとか、お兄ちゃんのお嫁さんになるとか言うだろ。そんな感じで子供の夢を叶える的な方向で演出してみたらどうだろう。完全には犯罪集を消せないが、この際仕方あるまい。犯罪集ってなんだよ。よし、方針は決まった。肉、小高とマリアを連れて交渉してこい。え？なんで私が？この話を持ち込んだのは貴様だろう。それに相手が理事長ならば貴様の方が話を通しやすい。夜空は来ないのか？理事長の前で娘のことを肉呼ばわりするのは失礼だろ。呼ばないように努力しようと。ふん、もういいわ。さっさとパパのところに行くわよ、小高、マリア。10分の遅刻だ。ごめんなさい、ちょっとごたごたしてて。小高君と君は確かシスター・マリア。うん、じゃなかった。はい、お兄ちゃんのお嫁さんになりに来たのだ。あ、ウェディングドレスの採寸に来たんでしょ。セナ、どういうことか説明してもらおうか。なあお兄ちゃん、私お兄ちゃんのお嫁さんになれないのか。どうだろうな。あ、私が幼女だからか。いや、どっちかっていうとこれが広告だからだろうか。そっか。決まったわ。花嫁役はマリアで OK よ。本当か？マジかよ。時間もないことだ。キャストの変更を認めよう。ありがとうございます。ハヤトにしろ君にしろ、親子ともども厄介事を押し付けてくれるものだな。それではマリアさん、採寸を行うのでこちらにお願いします。おー、やったー。じゃあ行ってくるのだ。ああ、スタッフさんに迷惑をかけないようにな。わーいわーい、お兄ちゃんのお嫁さんなのだ。待ちたまえ小高君。なんですか。一つ聞いておきたいのだが、ひょっとして君はその幼女趣味なのか。断じて違います。それならばいいのだが。だから違いますって。問題はマリアに花嫁役が務まるかどうかよね。問題あるか。カメラマンやスタッフの指示に従っていればいいんだろ。私はお利口さんだから大丈夫なのだ。簡単に言うけど、
モデルってただ突っ立ってればいいってもんでもないと思うわよ。肉の意見にも一理ある。スタッフも最初からマリアの演技力に期待などしてはいないだろう。しかしだ、やはり最低限の演技、この場合花嫁らしさは必要だろう。そういうもんだ。もちろんだ。パンフレットの完成度はマリアの演技次第ということだな。私はお兄ちゃんのお嫁さんっぽくないのか。マリアと小高が並んでいるところを想像してみろ。どんな関係に見える？結婚式ごっこをしているブラコンとシスコンの兄弟ってところかしら。幼女趣味のお兄さんに着せ替え人形としてもてあそばれる外国のお嬢さん。見ろ、これが現実だ。今のマリアでは小高の花嫁に見えない。じゃあ一体どうすればいいのだ。いや、そもそもコンセプトが変更になったんだから、花嫁らしくなくても問題ない。試しに嫁になって花嫁の何たるかを学ぶということ。悪くない。いやいや、勝手に決めるな。遠慮しなくてもいいぞお兄ちゃん。いつもご飯やお菓子をくれるお礼なのだ。だそうだ。一時的にでも海外しい嫁を持って幸せ者だな小高。では早速、今から小高の家でマリアの花嫁っぷりを見せてもらうことにするか。待て待て、なんでうち。マリアだって急な外泊は無理だよな。私はいつでも大丈夫だぞ。実際には結婚してないから婚前交渉ってやつなのだ。誤解を招きそうな表現はやめろ。待つがいい。クックック、話は聞かせてもらった。うん、出たな吸血鬼。何しに来たのだ。この者は我がしもべにして前世で契りを交わした仲、神の手先がたぶらかすなど許されぬ。私はお兄ちゃんのお試しお嫁さんになるってもう決めたのだ。だからうんこ吸血鬼は私のことをお姉ちゃんって呼ぶのだ。我の眷属は前世より小高先輩は妹萌えなんですね。どけ、前もお兄ちゃんの妹だろ。クックック、それもまた仮に知らないのですか。知ってるぞ、妹じゃお嫁さんになれないの。これがカリスマというものですね。人間どもの掟で我らを縛れると思うんだ。イチャイチャっていいわ。どんなお嫁さんが欲しいのだ。なんだよ急に。あ、それはリカも高額のために聞きたいですね。小高先輩、どんなお嫁さんが欲しいですか。ついでに好きなプレイや単位なども聞いておきたいです。そんなこと平然と聞くな。小高のくせに嫁を選べるなんて思ってるの。でもそこまで言うなら聞いてあげるわ。
そこまでって何も言ってないし、言いたくもねえよ。どうしてなのだ？私はお兄ちゃんが望むお嫁さんになりたいのに。いや、マリアは今のままでも十分可愛いと思うぞ。やっぱり明るくて元気なのが一番だと思うし。もう少し大きくなったら。やったー！聞いたか、吸血鬼。お兄ちゃんは私をお嫁さんにしたいそうだぞ。忌まわしき神の手先の分際で我が半身をたぶらかすなど万死に値する。幼女趣味があるとも取れる先ほどの発言に、リカの精神は激しく高ぶってだか、あんたってやつは。ねえ、ちょっと黙っててくれ。見たか、吸血鬼。お兄ちゃんは私の味方だぞ。私もイチャイチャしたい。小高の妹よ。私はお兄ちゃんのお嫁さんなのだ。お前はこのままでいい。小高先輩から妹と幼女をもらえそうで。まだ勝負はわかりません。そんなことより、俺の嫁になれよ。それは、私を花嫁役にということですか？いや、役なんかじゃなくて、本当の嫁でどうだ。それでは、駆け落ちでもしますか。駆け落ちか。お前が本気だったら、それも悪くないな。そうですね。ではどこまで行きましょうか。とりあえず理科室まで行きましょうか。近いな、駆け落ち先。というかお前、全然俺の告白信じてないだろ。いえ、信じてますよ。嬉しいです。完全に流してるな。そんなことより、そろそろ二人を止めた方がいいんじゃないですか、お兄ちゃん。お前までお兄ちゃんって呼ぶな。けど、あの二人を止めるって言ってもな。あんたがあんちゃんの嫁なんて、うち認めへんもん。お前に認められなくても、お兄ちゃんがいいって言ってくれたからいいのだ。事故とはいえ、はしゃぎすぎたお前たちが悪い。ちゃんと謝るんだ。ごめん。おばとちゃん。できない。やっぱり、こばとちゃんを叱るなんてできないわ。事故で私の女の子たちは記憶をなくしてしまったわ。
でも大丈夫、私は彼女たちを見捨てたりしない。だってそれが友達だもの。うっさいわよマリア、あんたはちゃんと反省しなさいよね。なんで私だけなのだ、吸血鬼も一緒にぶっ壊したのに。コバトちゃんはいいのよ、特別なのよ。はあ、差別はいけないのだぞ、大人は平等にしないといけないのだ。吸血鬼、お前も叱られないといけないのだ。いいじゃん。何を、謝ることができない吸血鬼はお仕置きして分からせてやるのだ。マリア、そんなに怒りっぽくては嫁は務まらないぞ。いきなり飛びかかってきたうんこ吸血鬼が悪いのだ。嫁に来るって言うからじゃアホ。何を、落ち着けっての。家族とうまく付き合うのも嫁の仕事だ、さもないと命に関わるぞ。命？何を言っているのだ夜空は。知らないのか、毎年何人もの嫁と姑が確執の重荷に耐えきれず命を落としているのに。そんな嘘だ。くっくっく、その程度の覚悟もなく嫁になろうなどとほざいていたのか、愚かな。ああ、かわいそうに、マリアが次なる犠牲者になってしまうのか。ああ、嫌だ、死にたくない。私はどうすればいいのだ。仕方がない、ここは私が姑役を演じて嫁姑の確執の何たるかを教えよう。本当は面倒で面倒で仕方がないのだが、マリアのためだ。よろしくお願いします。夜空、お前もうちに来るつもりか。そうだが。ちょっと待てよ。なんだ。あんたが小高の家に行くんだったら私も行くわ。姑役は私一人で十分だ。肉が来たところで一体何ができる。そんなの決まってるじゃない。なんだ肉。護衛よ。そう、護衛。姑と嫁の確執に小鳩ちゃんを巻き込むわけにはいかないでしょ。コバトちゃん、私が口うるさくて暴力的な嫁と姑から守ってあげるから安心してね。いや、小高。もう好きにしろ。いい機会だ、雪村とリカも来るといい。私も行ってよろしいのですか。うん、この際だ、今回は隣人部の活動としよう。リア充というものは機会を見つけては友人の家に集まりパーティーを開いたりするものらしい。
はちょうどテスト明けだから、お疲れ様会ということにしよう。ただ、この人数だと、穂高先輩、お家の方に迷惑になっちゃったりしません？うちは親も海外だし、少しくらい騒いでも問題ない。兄貴がよろしいのであれば、お邪魔いたします。いいんですね、女の子を親のいない自宅へ誘うなんて、性的に誘うのと同じことですよ。あ、きっと皆さんの目を盗んで理科を寝室へと連れ込むつもりなのですね。ジュースや食べるものなんかはみんなで持ち寄りってことで頼む。スルーですか。まあそれはさておき、持ち寄りの件は了解です。小型カメラや盗聴器の持ち込みは禁止だぞ、理科。先輩、そんなこと理科が考えると思いますか。理科は悲しいです。考えてなかったのか。もちろんですよ、考えるまでもなく体が動いちゃいますから。それも禁止で頼むな。我が半身よ。おう。今宵の供物に唐揚げを要求する。わかった。これが小高の家なのね。なんだ、何か珍しいものでもあるのか。別に珍しいとかじゃないけど。おや、緊張されているのですか。そんなことあるわけないじゃない。ちょっと狭くて不便そうだなって思っただけ。かくいうリカも男の人の家に来るのは初めてです。みなぎってきました。さあ早く先輩の部屋に行きましょう。さあ行きましょう。行くな、お前は特に立ち入り禁止だ。兄貴のために用意しました、お納めください。いや、みんなで食うんだろ。さすが兄貴、器が大きいです。具体的には何をするつもりなんだ。お嫁さんとは何をすればいいのだ、お兄ちゃん。何も考えてなかったのかよ。うん、そうだな。まずは呼び方から変えてはどうだ。お兄ちゃんは夫に対する呼び方ではあるまい。それもそうね。
ちゃんはダメなのか。それなら、ご主人様か？いや、それは違うと思うぞ。そうなのか？でも、お婿さんってその家の主人だって聞いたぞ。それでもいいのだが。よくねえよ。冗談だ、分かっている。マリアよ、普通の夫婦は名前で呼び合うものだ。そうなのか？だったらお兄ちゃん、小高って呼んでいいか？ああ、いいぞ、マリア。やったー、ありがとうお兄ちゃん。だからお兄ちゃんじゃないだろ。うん。コダカ。なんだ、マリア。コダカ。だからなんだ、マリア。なあ、コダカ。なんだ。想像していた以上に犯罪臭いな。名前で呼び合うのはダメだ。うん、やっぱりお兄ちゃんの方がいいと思う。なんか微笑ましい感じで。じゃあお兄ちゃん、他には何をすればいいのだ？そうだな、今のところ家事をしてもらう必要はないし、何もしなくていいんじゃないか。男の人にそうしてあげると喜ぶと聞いたことがあるぞ。じゃあ頼む。分かったのだ。お兄ちゃん、気持ちいいか？ああ、気持ちいいよ、ありがとう。お礼なんていいのだ。私はいいお嫁さんだからな。他にも何でもするぞ。あれ？夜空しかいないぞ。夜空、みんなはどうした？肉たちは少し前にこの部屋を出て行った。行った先は知らないが。あいつら。お兄ちゃん、みんなを探しに行くのか？ああ、放っておいて問題を起こされても困るし。お前ら、他人の部屋で何をやってるんだ？あ、先輩、家宅捜索に夢中で気がつきませんでした。兄貴、お邪魔しております。
家宅捜索って何なんだ。事件なんて起こってないぞ。事件は起きるものではありません。起こすものです。まあそれはそれとして、リカは先輩の思考を知るべく隠されているであろうエロエロなアイテムを探しています。リカはともかく、どうしてお前が一緒なんだ雪村。お前はそういうキャラじゃないだろ。申し訳ありません。兄貴のエロ本をお借りして、私も男らしくなりたいと思ったのです。別にエロ本読んでも男らしくはならないだろう。そうなのですか。エロ本には男らしさの秘密が書いてあるとリカ殿に聞いたのですが。と思ったけど、そんなこともないかな。ないこともなくもないかもしれないな。まあそんなわけで、カバンの中も机の中も探したのですが、本も DVD も見つからないのです。当然だ、そんなものはない。それは嘘ですね。年頃の男性ならエッチい本の100冊や200冊、 DVD の100枚や200枚当然持っているはず。アホか。どこの世界にそんな大量に持ってる学生がいる。ここに。そんなわけで先輩、エッチなアイテムの隠し場所を教えてください。偏った趣味の本でも、リカは絶対に先輩を軽蔑しませんから。諦めろ、ないものはないんだから。たとえ女装少年ものやガチホモ系でも構いません。それはそれで興奮しちゃいます。勝手に興奮するな。いいですよ。じゃあ自力で探しますから。お兄ちゃんはエッチな本を隠しているのか。まああなた、私というものがありながらそんな本を隠し持っているなんて。そんなセリフどこで覚えたんだ。前に見たテレビで言ってたのだ。そのテレビでは、見たいなら私のを見ればいいじゃないって女の人が叫んでたぞ。なあなあ、お兄ちゃんは私の裸が見たいのか。やっぱり幼女趣味なんですね。
それならリカ、幼女趣味がない証拠に俺と付き合ってみるか。もしかしてそれはリカを口説いているのですか。だったらどうする。お気持ちは嬉しいですし、堂々愛人でもいいと公言しているリカですが、今の奥さんはマリアさんです。そうだぞ、私がお嫁さんなのだ。先輩、正妻の目の前で他の女を口説くなんて昼ドラでもやりませんよ。それにそこまでして隠さなくてもいいんです。先輩がどんな趣味だろうとリカは軽蔑しませんから。だからそんな趣味はない。あんたたち何さばいてるの。穂高の弱点でも探しているのか。はい、姉子。しかし力を及ばず、その秘密の書物を探し出すことはできず。うん、まあ私たちがここに来る以上、穂高もこういった事態になることは十分に予想していたはずだ。ならば小高なりに知恵を振り絞り、巧妙な場所に隠したに違いない。だがこの部屋から持ち出すと妹に見つかる恐れがある。弱点のそれは必ずこの部屋に隠されている。なあ、そうだろう小高。これは小高との知恵比べだな。よし、私も探そう。面白そうじゃない。私も探すわ。待て待て、やめろ。特別に許可する。這いつくばって部屋中を探し回るがいい。誰が這いつくばったりするのよ。本当に残念な肉だ。を隠すなら森の中という言葉がある。本棚に並んでいる本や DVD が怪しい。雪村、カバーのついている本は中を確認するのだ。外側だけ変えているかもしれない。DVD も同様だ。パッケージを開けてしっかりと中を確認しろ。
お任せください。ゴミ箱の中も普通の紙ゴミばかりですね。怪しいティッシュなどがあってもいいはずですが。引き出しを抜いた後にできるスペースも定番の隠し場所って話よね。ベッドのシーツの中にも何もないのだ。ここまで探して見つからないとは、よほど小高の隠し方が巧妙なのか。ちなみにここまで探していてなんだが、探し物の書物とやらは一体何の本なのだ？それはもうあれです。青少年の夢と欲望がたぎるエッチ本、もしくは DVD、 もしくはそれに類する道具を。なんだと？ですから、それらの本や DVD、 またはそれに類するあれを見つけて、小高先輩の性的願望を把握してですね。不潔だ！言っちゃいましたね、夜空先輩。変なところで純情ですよね、あの人。はい、さすが姉子です。では雪村くん、この部屋は一旦諦めて他の部屋を探しましょう。はい。おい、部屋を隅から隅まで荒らしておいてこのままにするつもりか？大丈夫です。ほら、そこに瀬名先輩とマリアさんがいます。ではリカたちは忙しいので。はい、よろしくお願いいたします。え？私？私こんなに散らかしてないわよ。大体私片付けは苦手なのよ。どうしてここにステラがいないの？マリア、なんだ？散らかっている夫の部屋を片付けるのもお嫁さんの務めよ。よかったわね、仕事ができて。やっとお嫁さんの出番か。わかった、きれいに片付けるのだ。それじゃあお先、あとはよろしくね。兄貴、私もお手伝いいたします。じゃあリカはこっちの方も片付けますか。あれ、お前たち他の部屋行ったんじゃなかったの？雑貨屋探ししてみましたが、怪しいのはやっぱりこの部屋だという結論に至ったので。お前は出て行くのだ。お婿さんの部屋を片付けるのはお嫁さんの役目だからな。それでは私はリビングにいた方がよろしいでしょうか？うん、そうだな。夜空と瀬名が暴走しないよう見張っててくれ。かしこまりました。それじゃ、リカはこっちの方を片付け。うわぁ、私がやるのだ。リカ、マリアがやるって言ってるんだから好きにさせてやれ。でも、この惨状をマリアさんと先輩だけで片付けるのは大変だと思いますよ。
それよりもリカ、俺と付き合わないか。なるほど、リカにはお掃除より体を求めるというわけですか。その気持ちは嬉しいのですが、今はマリアさんの前ですし。いや、体とかじゃなく純粋に俺はお前と。はいはい、後で聞きますから。うわー、お片付けが終わるまでリカは部屋から出ていくのだ。あらら、怒られてしまいました。それでは退散しておきます。あ、おい、やっと邪魔者が消えたのだ。これでお嫁さんの仕事ができるのだ。俺も手伝うよ。私一人でも大丈夫だぞ。二人で片付ければ早く終わるだろ。それに一応俺はマリアの夫役なんだから手伝ってもいいはずだ。そっか、よし、じゃあ早く終わらせてジュースをいっぱい飲んでポテチを食べ尽くすのだ。一日のことだろ。いちいち怒ってたら偉大なる夜の王らしくないぞ。クックック、勘違いするでない。我が取り乱すことなどありえぬ。それよりなぜ忌まわしき神の手先が部屋の片付けをしているのだ。いろいろあったんだよ。二人で片付けるのだ。ならば我もお片付けを手伝っていい。うんこ吸血鬼の手伝いなんていらないのだ。貴様の手伝いではない。我が眷属の不始末を闇に葬るだけのこと。お兄ちゃんの部屋を片付けるのはお嫁さんの私の役目なのだ。吸血鬼を引っ込んでればいいのだ。あんたが嫁なんて認めへん言うとるやろ。お前が認めなくても私はお嫁さんなのだ。片付けは私がやる。うるさいわアホ。うちも片付けるんじゃん。コバト、無理に手伝わなくてもいいぞ。あんちゃんまで、うちの手伝いはいらん言うんか。いや、そこまでは言ってないだろう。うっさい、あんちゃんのアホ。何怒ってるんだ、あいつ。うんこ吸血鬼は怒りんぼだな。小高、手伝いに戻ってきたのか。そんなわけないだろう。姑役として嫁いびりに来ただけだ。なんだ、
まだ全然片付いていないではないか。まったく役に立たない嫁だな。何を片付いてないのは、うんこ吸血鬼が邪魔したからなのだ。すぐに片付けてあっと言わせてやる。お兄ちゃん、この本はこっちの本棚にまとめておくぞ。ただ片付けだけをすればいいというものではないぞ。夫が使いやすいよう整理する必要がある。わかってるのだ。ほら、ここにゴミが落ちているぞ。拾う。ん？こっちの雑誌が散らばったままのようだが。まとめてしまっておくのだ。なんだ、もう戻るのか。ああ、せいぜい夫婦で励むのだな。お兄ちゃん、こっちの服はどこに置けばいい？ああ、それはこっちのタンスに。ありがとな。意外と簡単だったな。お兄ちゃん、私はお嫁さんっぽかったか？え？ああ、十分お嫁さんっぽかったぞ。お兄ちゃんにそう言われると嬉しいのだ。自分で開発したゲームならまず負けないんですけどね。あいつら何をやってるのだ？対戦格闘ゲームだな。マジカルハイパーバトル3ってやつだ。誰か私に挑戦してくる人はいないかしら。私より強い人なんているわけないか。掃除は終わったか、小高。ああ、セナは絶好調みたいだな。さっきまでお前の妹がプレイしていたのだが、肉が途中で割り込んできたな。妹はそれがよほど嫌だったのだろう。逃げてしまった。ところで、少し前に電話があったぞ。電話？小高もいなかったし、お前の妹はゲーム中だったから私が出たのだが、オレオレ詐欺だった。何者かと尋ねたら、間違えましたと一方的に切られた。声は女のようだったが。それよりマリア、手が空いたのだろう。お茶でも出せ。あ？聞いていなかったのか？お茶でも出せと言ったのだ。できる嫁なら言わなくてもやることだぞ。そっか、分かったのだ。湯飲みはこれかな。それはお父ちゃんのじゃ、バカだね。おやおや、また始まりましたか。ところで、茶葉はどちらに？
ああ、お前の右手の。これですね。先輩はコーヒーと紅茶どちらにしますか？俺はお茶とかコーヒーなんかよりも理科が欲しい。理科？悪い。何か気に触ったか？はい、大いに触りました。ですので先輩にはとびっきり苦いコーヒーを入れちゃいます。お手柔らかに言ったの。でもある意味ツンデレ大サービスです。ツンデレ？ああ、ところでどんな食材を持ってきたんだ？食材？何のことだ？いや、食べるものは持ち寄りって言っといただろ。ああ、それならそこのテーブルに広がっているではないか。我がしもべよ。どうした？たわむれに日の光にさらされし装束を取り込んでみたのだが。ああ、すっかり忘れてた。ありがとうな、小鳩。我の手にかかるとどうにも乱れゆくばかり。クククコントを支配する我にふさわしきありさまよ。ああ、要するに取り込んだけどうまく畳めないってことか？そうとも言う。そんなに難しいことなのか？貴様にはできるとでも言うのか？やったことがないからわからないのだ。そんなノート何に使うのだ？これはシャツを畳む時の裏技用だ。見てろよ。広げたシャツの中にこのノートを置いてたな。ほら、こうすると綺麗に畳めるだろ。おー、すごいのだ。クックク、さすが我が眷属。よし、畳み方は分かったぞ。早速やってみるのだ。うちもやる。ん？それお前のパンツか？フリフリだな。あれ？この T シャツはお前のか？なんか子供みたいなのだ。くっくっく、このようなものが我がものであるはずがなかろう。違うのか？じゃあお兄ちゃんのなのだ。ちゃうわ。それは高速受注。
高速術式の。高速？何が早いんだ？クックック。我が身にまとっているのは闇の息吹だ。人間用の衣服などではない。そうなのか。クックック。今は仕方なく人間用の衣類を着用しているだけだ。仕方なく？何なのだそれは。これまでは我が半身の意見を取り入れていたからこそこのようなシャツを着用していたのだ。我も子供っぽいと前々から思っていた。クックック。これより我は T シャツを購入しに行く。ついてくるがいい我が眷属よ。俺がか。他に誰がおろう。話は聞かせてもらったわ。コバトちゃんが最高に可愛く見えるような T シャツ、私が選んであげる。とのことだが、どうするコバト。一緒に行ってもらうか。覗いたりしないから。助けてあんちゃん。そんなこと言わないで。ちゃん、家の外まで逃げるなんて。うんこ吸血鬼も大変だな。それよりちょっと買い物に行ってくる。ついでにコバトも探してみるけど、あいつが帰ってきたら携帯に電話入れてくれるか。やっと出てきたか、我が半身よ。こんなところで何やってるのだ。どこ行ったかと思ったぞ。家に入ればいいのに。家にはあの女がおるけん。それよりも我がしもべよ、あの話を忘れたわけではあるまいな。あの話？我に衣服を買いに行くという話だ。今から買い物行くけど来るか。クックック。同行を許そう。普段ならこのような騒がしい場には決して近づかぬが、今日は特別だ。我が約束の地は2階か。私は1階なのだ。それじゃあ俺はマリアと一緒に1階で買い物してくるから、後で合流な。え、あんちゃん。どうした。
ほら、俺はマリアと買い物があるから。大丈夫だぞ、お兄ちゃん。このメモに書いてあるものを買ってくればいいだけだからな。私はお嫁さんで大人だから、買い物くらい一人でできるのだ。行けばいいのだ。私は一人でも大丈夫なのに、お兄ちゃんは心配性だな。とりあえず5000円渡しとくから。どうした？なんでもなか。うんこ吸血鬼が心配なのか。まあな、大丈夫だとは思うけど。心配だったら今からでも行っていいぞ。やっぱりマリアに付き合うよ。そっか、お兄ちゃんはそんなに私と一緒に買い物がしたいのだな。まあ、そうかな。よし、早く買い物を済ませて吸血鬼の様子を見に行くのだ。買うのは、ああ、お肉か。お肉売り場に急ぐのだ。マリア、危ないから走るなって。肉は逃げないから。あれ、どこにいるのだ。欲しいの、試着室かな。試着室の中だな。確認してくるのだ。なになに。うわー、女は。早かったな。あのように店員が白眼視する場で買い物を長く続けられるわけがなかろう。うんこ吸血鬼のパンツは大人でエロい。うんこなのにエロい。それじゃ急いで帰るぞ。みんな腹を空かせてるだろうからな。わかったのだ。クックック、我があやつらごときに気を使う理由はない。が今は新たな霊装を早く試したい気分だ。特別に急いでやろう。
あれ、セナとリカは？さあな、ついさっきドタドタと2階に上がっていく足音が聞こえた気もするが、その後は知らない。なるほど、小高先輩はいつもこのパンツを身につけているんですね。ダメよサバちゃん、それをやったら人間として終わりかも。リカは今欲望に走って人間を置いてもいいような気がしてきました。何やってんだ。こうださん、お帰りなさい。リカたちは今理性と欲望のどちらが勝つかという勝負をしていました。平然と答えるんじゃない。これから夕飯作るから、お前らもリビングに戻ってろ。だあ、もう物欲しそうに見てないでさっさと出て行けってろ。ふん、だったらさっさと作りなさいよね。私はリビングでゲームでもしてるわ。ちょっと待て、リカ。何ですか？その手に何を隠している？ああ、バレましたか。仕方ないですね。いや、小高先輩ったらそんなまじまじと。ちなみに、脱ぎたてのほかほかです。気に入ってくださったみたいで何よりです。なわけあるか。なんでリカのパンツを俺に渡すんだよ。フェアトレードということで一つ。あ、ご想像通り履いてませんよ。確かめますか？見せなくていい。あと、ゆうか見せるな。早くパンツを履け。それでは。で、それ俺のパンツだろ。はい、リカのパンツは先輩に差し上げましたから、代わりに先輩のパンツを履こうかと。返す、今すぐ返すから。自分のを履け。リカはそれでも構いませんよ。先輩の手のぬくもりが映ったパンツなら大歓迎です。リカ、妊娠しちゃったらどうしましょうか。するか。小高の変態。違うだろ、今のやりとりを見てただろ。お兄ちゃん、そろそろご飯の準備か？だったら私も手伝うぞ。それもお嫁さんの仕事だからな。それじゃあマリアは米を測って研いでくれるか？この計量カップを使って、そうだな、3合くらいで。闇が我を呼んでいる。なんだ、何か用なのか？くっくっく、忌まわしき聖女などに用はない。
我はただ黒き定めに導かれたの。なんだよ定めって。うん、頼む。コバトちゃん、こっちでお姉ちゃんと一緒にゲームやりましょう。来れるか。我に世界の選択を迫るか。クックック。終焉の先を望む身の程をわきまえるがいい。ついでに下着も所望する。神の手先にフリフリなどと馬鹿にされてはかなわぬ。クックック、やはり我に似合うのは闇の色、黒と決まっている。だが血の赤も捨てがたい、悩ましいところよ。この下着はどうだ？我に似合うだろうか？確か設定資料ではゲルニカちゃんはこのような下着を身にまとっていた。ちょっと大胆すぎるんじゃないか？やめた方がいいと思うぞ。ならば。黒ネク第2期の。ダメだダメだ、そんなもん絶対ダメだ。大体お前旅行とか身体測定でその下着をクラスメートに見られるんだぞ。それでも平気か？別のものも見てくれよ。これは我にふさわしいだろうか。あ、おお、おお。で、いいんじゃないか。清潔で爽やかな感じだな。なんだ？何か気に入らないのか？愚かなり我が半身よ。清潔はともかく
爽やかなどと夜の血族たる我には似合わぬ。この店は我が肉体に合うサイズのものが少ない。けしからぬ。ああ、そうだな、けしからんな。我がしもべよ。え？ああ、聞いてるぞ。この緑とオレンジでは？うん、ああ、どうだろうな。あんちゃんとかもう知らん。あっち行ってればいいんじゃ。いいのか？あ、じゃあ。待ち合わせの場所に行こうぜ。マリアも待ってるかもしれないし。聖女というものはもっと忍耐力のあるものだと思っていたが、所詮愚民と変わらぬ。コバト、俺ちょっと食品売り場を見てくるよ。我も共に行こう。あのアホ、どこをつき歩いとるんじゃ。それは我が言い分だ、愚かなる聖女め。マリアももう10歳なんだから迷子になんかなるなよ。迷子？私がか？他に誰がいる？何を言っているのだお兄ちゃん。私は迷子になんかなっていないぞ。ちゃん、マリアちゃんって言うんだ。一人でお買い物？お兄ちゃんたちと来たけど、今は一人だぞ。そっか。それじゃあね、マリアちゃんはどこから来たの？お兄ちゃんち。うん、そこの住所は？知らないのだ。じゃあ、電話番号はどうかな？それも知らないのだ。まったく、迷子になるとは愚かな神の手先め。だから迷子ではないのだ。このお姉さんがお菓子をくれるって言うからもらいに行っただけだ。アホ、それが迷子やって言っとんやろバカタレ。
ちゃん、なんでうんこ吸血鬼はあんなに怒っているのだ？コバトはな、マリアを心配したんだよ。心配？私よか？ちょ、あんちゃん！別にうちはそんなやつ心配しとらんもん。そうだったのか。心配かけたな。だから心配なんかしとらん言うとるやろ。調子乗んな。そうだマリア、買い物は？もちろん、ちゃんと全部買ったぞ。レジのおばちゃんにメモを見せて確認してもらったから忘れ物はないのだ。そうか、よくやったなマリア。これくらいできて当たり前なのだ。うんこ吸血鬼こそちゃんと T シャツ買えたのか？クックク、当然だ。我を誰だと思って。買ったのだ。クックック、貴様ごときに教える必要はない。なんでなのだ。またお子様 T シャツでも買ったのか？大人 T シャツじゃ。なあ、もう二人とも騒ぐなって。あれ、セナとリカは？さあな、ついさっきドタドタと2階に上がっていく足音が聞こえた気もするが、その後は知らない。ちゃんの。なるほど、小高先輩はいつもこのパンツを身につけ。お兄ちゃん、お米を電子ジャーにセットしてきたぞ。次は何をすればいいのだ？そうだな、じゃあマリアとコバと二人で味噌汁を作ってくれ。私一人でも作れるのだ。うんこ吸血鬼の手伝いなんかいらないぞ。それはこっちのセリフじゃ。喧嘩するなら作らなくてもいいぞ。やるのだ。神の手先と手を組むならこの上ない屈辱だが、仕方あるまい。よし、二人とも味噌汁の作り方は知ってるか？知らないのだ。クックック、無知なる聖女よ。湯の中に具と味噌を入れればいいのだ。ほう、味噌汁作りとはいよいよ花嫁修行もクライマックスだな。そうなのか？もちろんだ。結婚後の家庭が幸せになれるかどうかは、ひとえに嫁の作る味噌汁の出来にかかっている。うわー、そうなのか。よし、何が何でもうまく作るのだ。クックック、貴様一人に任せると思ったか？だったら夜空、ちょっと任せていいか。俺は風呂を沸かしてくる。分かった。
夜空。ああ、小高か。一体何が起こったんだこれ。私はあの本に書いてあった通りに指示をしたのだ。まず味噌汁は煮干しで出汁を取るらしいとマリアに教えた。マリアが山ほどの煮干しを鍋に入れコンロで火にかけた途端これが炎上した。なんでだよ。それで小高の妹には野菜と豆腐を適当に切り鍋に入れろと指示を出した。そう書いてあったからな。そこで奴は神祖の魔力なるものを解放し包丁という魔道具を使って具を破壊した。その具を黒煙が立ち上る鍋に投入して世界を闇に包んでやったと。充満してるのはその時の煙か。そして二人は味噌汁の慣れの果て正気立ち上る聖なる暗黒汁を味見し結果があれだ。大丈夫かお前ら。お兄ちゃん。吸血鬼とうんこ夜空が悪いのだ。何を言う。悪いのは貴様らに決まっておろう。私がせっかく出汁を取ってたのにお前が邪魔したのだ。あんなん出汁じゃなか。黒か煙が出とった。だからうちの野菜も焦げたんじゃ。でも夜空はそれを止めなかったのだ。私に責任転嫁するのか。私はただ味噌汁の作り方の項目を読んだだけだ。お前が読んでたその本ってこれだ。っていうか、普通に家庭科でやったような簡単な味噌汁でいいだろうが。家庭科の時間に調理に参加したことはない。そもそも同じ班の人間と口を聞かなかったからな。
前、実習中は何やってたんだよ。皮むきだ。この世にはピーラーという便利な器具があってだな。夜空のうんこ、あご。うわ、これはひどいですね。あれ、俺そんなの買ってきてたっけ。夜空先輩が監督すると伺った時点でこうなるだろうと思って買いに走ったのです。どうです、このさりげないフォロー。先輩、リカいい女でしょ。リカ、味噌汁もいいが、それよりも俺と付き合ってくれ。むしろ、俺のために毎朝味噌汁を作ってくれないか。それは、古来より日本に伝わるプロポーズの言葉。ああ、そうだ。本気なんだ、俺は。小高先輩。どうした、リカ。なんでもないです。本気なんですか。まあ、全人類70億人すべてに誓って本気だ。先輩のお味噌汁はインスタントであっても特別に美味しくしたいのですが、隠し味の主成分って愛情ですよね。でも具体的には何を入れればいいのでしょう。半分は優しさなんてフレーズを聞きますけど、その作り方を教えてほしいですね。気持ちだけありがたく受け取っておく。あとは俺に任せてくれ。あ、リカの先輩よ。遠慮なく食べてくれ。なんか簡単にできそうなものばかりね。すごいな。無論だ。しかも今日一日で終わりではない。嫁になったら毎日死ぬまでこんな日が続くのだ。子供などできたら忙しさはさらに倍になる。夜空たち、将来は大変だな。
何人事みたいに言ってんのよ。他人事だぞ。そうじゃなくて、あんただってそのうち、その好きな人と結婚とか考えるようになるでしょ。今日みたいな一日お試しとかじゃなくて、今は子供だからそんなこと考えないかもしれないけど。ああ、そうじゃないのだ。私のようなシスターは生涯独身なのだ。シスターになった時に神様と結婚してるからな。お嫁さんなんて大変なものにならなくて済むからよかったのだ。マリア、お試し花嫁は免許皆伝だ。おお、免許皆伝、なんだかよくわからないけど強そうだな。優秀な成績で合格ということだ。あとは撮影の時に頑張れ。じゃあ今日はもうお試しのお嫁さんをしなくていいのか。そうだ。そっか。嬉しくないのか。そんなことないぞ。でもお婿さんからお兄ちゃんに戻っちゃうのがちょっと寂しいのだ。ふん、我が眷属をそんな馴れ馴れしく呼んでいるだけで十分にずうずうしいのだ。お兄ちゃんはお兄ちゃんだからお兄ちゃんって呼んでも構わないのだ。けどお試しのお嫁さんは大変でもすっごく楽しかったぞ。うちはちっとも楽しくなかったわ。兄貴、せっかくのお食事が冷めてしまいます。おお、そうだな。そろそろ始めよう。私もお腹がペコペコなのだ。ちょっと待て。なんだよ、話なら食べながらでいいじゃないか。ダメだ、このパーティーは一応テストお疲れ様会だからな。誰かが乾杯の温度を取らねばなるまい。そういうもんなのか。けど誰が。じゃあこの私がやってあげるわよ。なぜここで肉が出てくるのか理解に苦しい。この私がやらないことの方が不自然じゃない。一番の敵役はどう考えても私なんだけど。ご飯まだ食べちゃダメなのか。乾杯するみたいだからもう少しだけ待ってくれ。うん、分かったのだ。クックク、子供は眠る時間か。これより夜の王である我が支配。なんだ、小鳩もあくびか。たわごと、我がこのような時間にあくびを出した、はあ、ないのだ。リカっていうメインディッシュなら乾杯前に食べてもらって構いませんよ。食前酒的な意味で。お前言ってること適当すぎるぞ。つまり兄貴にとってオナゴは食前酒なのですね。違う。ここはやっぱり戦でも私がやるべきでしょ。戦闘に行く者の掛け声は重要。ふさわしくない。
肉がやるくらいなら私がやる。パーティーといえば夜空よ。やる。それはお前だけだ。同意してくれないなんて、思春期の男子が枯れまくりじゃないですか。なんで思春期の男子と七肉輪が直結してんだよ。いいえ、これはもうリカが潤してあげるしかないですね。いらん。ちょっと小高。ん？もうこうなったら小高が温度取りなさいよ。俺？妥協案としては悪くない。いいのか？ここは小高の家だ。ということはホスト役はお前だ。わかった。それでは皆様グラスをお持ちください。嫌な予感しかしないな。いきなりダメ出しするなよ。それでは期末試験お疲れ様でした。それでは皆さん乾杯。ダメダメダメ、そんなんじゃ楽しく始められないわ。なんで止めるんだよ、頑張ってただろう俺。頑張っているからこそ見ていられないものもある。大体それではって何回言うのよ。しょうがないだろう、うまく言葉が出てこなかったんだよ。ハニコの手料理は素晴らしいです。やはり私がやるべき。そんなことより付き合ってくれ。一人では不安なので乾杯の温度を取るのを付き合ってほしいということですか。違う、恋人として俺と付き合ってほしいんだ。今日の先輩は別人みたいに積極的ですね。発情期ですか。発情期って言うな、これはもっと純粋な。あ、そういえば食欲と肉欲って脳の同じ部位で感じるんでしたっけ。発情、食欲、レカを食べちゃいたいってことですね。カニバリズム的な意味で。いやいや違うから、肉欲でも食欲でもない、ピュアなんだよ。しかしそれはいけません。咀嚼されて消化される方の食べるは勘弁してください。でも別の意味の食べちゃいたいならデカはいつでも大歓迎です。全然会話が噛み合ってね。しかしこのままだと小鳩さんとマリアさんが眠ってしまいそうですね。うん、お嫁さんなのだ。そうだな。リカがまともなことを言うなんて、大丈夫か。失礼ですね小高先輩は。いや意外だったもんね。この無邪気な寝顔たちもやがて女の顔に変わるかと思うと胸が高鳴ります。おい、まあ最近の子供は早熟ですからね。お兄ちゃんとして心配なのはわかります。お前みたいにその若さでどうしようもない変態もいるしな。その、どう
どうしようもない変態ってもっと下げすんだ感じで言ってみてくれませんか。いやだ。あん、中途半端なご褒美のせいでリカもっと欲しくなっちゃいます。あっ、大丈夫か、マリア。お、こんなの平気だぞ。心配するな、お兄ちゃん。でも、頭じゃなかったか。お兄ちゃんは心配性だな。少し痛かったけど、へっちゃらだ。一瞬何が起きたか分かんなくて、ちょっと面白かったからな。起きた途端騒がしい奴だ。あ、夜空、勝手にご飯食べてずるいぞ。うっさい。あー、寝起きのコバトちゃんもかわいい。最悪の寝起きじゃ。コバトも起きたし、そろそろ。お兄ちゃん、私もお腹空いたぞ。ああ、俺も今ちょうど言おうと思ってたとこだ。ってことでみんなパーティー始めようぜ。ああ、どうした、マリア。もう帰るのだ。あたしもそろそろ帰るわ。今はパパから連絡があって、迎えの車を出したから、もう帰ってきなさいって。そっか。まあ、だったらマリアも一緒に乗せていってくれないか。いいわよ、どうせついでだし。憎い。だったらついでに私も乗せていけ。おお、そうだ、雪村も一緒にどうだ。ちょっと待ちなさいよ。なんであんたが勝手に決めてんのよ。第一、あんたを乗せるなんて誰も言ってないし、帰りたいなら一人で帰りなさいよ。歩いて帰るのが面倒くさい。肉の家の車なら無駄に大きいから、私たちも乗れるだろう。そりゃ乗れるけど、なんであんたなんかを。じゃあ夜空たちは俺が送ろうか。おー、思ったけど仕方ないわね。どうせついでだし。でも貸しは貸しよ、夜空。そんな契約書も結んでいない貸し借りなど明日には忘れている。このメギツネ。悪いな、雪村。夜空と瀬名の干渉役みたいなことをさせちまって。謝る必要などありません。兄貴はただお命じになればいいのです。兄貴の命令とあれば、私は鉄砲玉として突っ込む覚悟です。それじゃあお兄ちゃん、また明日なのだ。ああ、また明日な。撮影よろしく頼む。うん、頑張ってお嫁さんになる。
そういえば、リカはどこに行った？え、そっちにいたんじゃなかったのか？いや、少し前から姿が見えない。洗い物の手伝いでもしているのかと思っていたが。ここはずっと俺一人だったけど。まあ、行き先は予想がつく。雪村。何でしょう、姉子。小高の部屋に行って、リカを連れてきてくれないか？抵抗するようなら、手荒に扱っても構わない。承知いたしました。それでは。大丈夫かな？問題ない。お待たせいたしました。リカ殿をお連れしました。もう、このまま先輩の部屋に潜んで呼ばいをかける計画が。コバト、撮影行くぞ。我は行かぬ。いや、行かぬじゃなくてな。くっくっく、なぜ我が神の手先にたぶらかされた下手を見るためにあのような場所に行かねばならぬのだ。わかった。まあ、一人くらいならいなくても大丈夫だろう。あんちゃん。じゃあ俺は行くから、レスバン頼むな。おお、来たか、小高くん。マリアが花嫁をやるってことで解決したわけじゃなかったんですね。面目ない。ふん。理事長に頭を下げられれば、私たちは従わざるを得ないな。すまない。ちょっと夜空、ここでコバを責めたってどうにもならないでしょ。貴様も昨日のマリアを見ていたはずだろ。だというのによくも抜け抜けとそんなセリフが言えたものだな。そりゃ私だってマリアに花嫁をやらせてあげたいって思うわよ。でもシスターが花嫁の格好をすることが問題視されてるんじゃ仕方ないじゃない。それもどうだかな。実際はマリアのような幼女が花嫁をすることが問題になっただけかもしれないぞ。だから前言を撤回するためにそれっぽい理由を用意した。そんなわけないでしょ。パパはそんなことで嘘をつかないわよ。どうせ頭の固いシスターがイチャモンつけたに決まってるんだから。あ、私は大丈夫だぞ。だから結婚はやめるのだ。お二人の喧嘩は毎度のことですが、今回のは結構ガチっぽいですね。そうだな。なあ、二人とも、
喧嘩は良くないのだ。止めなくていいんですか、先輩。それは止めた方がいいんだろうけど。仕方ありませんね。ヘタレな先輩の代わりにリカが一肌脱ぎましょう。頼む。頼まれました。はいはい、お二人とも、そこら辺でストップです。何よ。まあまあ、ここは先輩のヘタレさに免じて矛を収めてください。確かに小高はヘタレだが。そうね、確かに小高はヘタレね。私たちの間に割って入ったからには何か考えがあるのだろうな。もちろんです。いいですか、問題はシスターが花嫁の格好をするのはどうかというこの一点です。実際のところはどうだかな。ちょ、まだ言うわけ？さすがにしつこくない？まあまあ落ち着いてください。夜空先輩、実際のところなんてどうでもいいんですよ。だってその実際のところというものに触れている人はどこにもいないんですから。ほう。なるほどな。どっちにしろ私たちがクリアすべき問題は一つということか。ええ。というわけでマリアさん、マリアさんは周囲の誰かからダメだと言われましたか？ジジイには好きにしろと言われたのだ。はい、いただきました。私たちがどうこうより教会に実際いらっしゃる方々がそう判断されているわけですから、本職の方が許可を出しているのであればこれ以上ダメとは言えないですよね、理事長さん。そうだな、本職がいいと判断したのなら何も言うことはあるまい。ありがとうございます。というわけであとはマリアさん次第ですけど、どうします？私は、マリアさん、リラックスリラックス、表情が暗いですよ。分かってるのだ。一旦休憩にしましょう。大丈夫なのだ、私はできるぞ。すみません、撮った写真をチェックしたいので休憩でお願いします。いや、なんでもない。なあマリア、やっぱり花嫁役をやるのは気が引けるか。お兄ちゃん、やっぱり辛いのだ。お兄ちゃんの花嫁ならやりたいと思うのは本当だぞ。でも無理にやらなくてもよかったんだぞ。でも私がお嫁さんをやったらみんなが一番困らないと思ったのだ。
ると言ったからには頑張るのだ。ああ、頑張ろうな。よう。ああ、兄貴、お茶をどうぞ。マリアはまだ来てないんだな。小高、お前はもう少し空気を読め。さすが兄貴です。常人にはできないことを平然とやってみせるとは。先輩、さすがに部室に来ると同時に地雷を踏み抜くのは。とりあえず座れ。話はそれからだ。みんないる？ちょっと聞いて。何やってるのよ、小高。いや、別に。うん。で、どうかしたのか？誰が星座をやめていいと言った？はい。あんた、本当に何やったのよ。高校生にもなって星座？気にするな。小高はこれを楽しんでいるのだ。それより肉、さっき何を言いかけたのだ？え？ああ、それね。撮影のことよ。進展があったのか？ええ、プロのモデルを雇ってやり直すことになったの。プロのモデルか。最初からそうしておけばいいものを。だから気にしないでいいってマリアに伝えようと思ったんだけど。マリアはまだ来てないの？何をしているのだ、我がしもべよ。ほっといてくれ。
夜空、そろそろ足崩していいか？ん？ああ、まだ正座していたのか。好きにしろ。にゅう。マリア、今日は来ないつもりなのかしら。撮影の失敗を気に病んでおられるようでした。ですね。あれでいてマリアさん、責任感の強い人ですから。どうやら、あの幼女に少しばかり責任を押し付けすぎたようだな。我は見たぞ。外のベンチで黄昏れていた。マリアめ、幼女の分際で一人黄昏れるとは生意気な。そうだな、一人で黄昏れてるなんて生意気だ。だからここはみんなで迎えに行ってやろうぜ。マリア。お兄ちゃん、どうしてここにいるのだ？そんなの、マリアを探しに来たからに決まってるだろ。なあ。私は別にどうでもよかったのだがな。小高がどうしてもと言うから来てやっただけだ。っていうのは嘘で、本当はマリアさんのこと、すごく心配してたんですよ。何を言う！夜空こそ何言ってんのよ。こんな時くらい素直になれば。ふっ、私はいつだって素直だ。素直に肉を嫌っているぞ。私は関係ないでしょ。これが夜空の姉子の照れ隠しなのでしょうか。まあそうなんじゃないか。で、コバト、お前は何かないのか。クックック、我に何を申せと。忌まわしき神の手先がいなければ我が半身は我のみのものとなろう。それが嫌ならさっさと戻ってこいってさ。はいはい、というわけだから部室行こうぜマリア。いいのか？私は顧問としての責任を果たせなかったのに部室に行ってもいいのか？もちろん、だから探しに来たんだ、みんなでな。物質行こうぜ。